はい、どうも、コミです。さて、本日は関西クラクラクラブからですね、動画をお届けしたいというふうに思うんですけども、今日のテーマはですね、突撃艦スパビズからのスーサイドラバルですね。これやっていきたいと思います。自分結構ですね、クイヒーディガホグだいぶよく使うんですね。突撃艦スパビズからのでやるんですけども、最近のやっぱ流行りってスーサイドラバルだなというのはなんとなく感じるものがあって、あとまあ中華式もあるかな。この二つがすごくよく、前回の、まあ筆頭戦術になっている気がするんですね。で、まあ突撃艦スパビズをまあやる自分なので、でそれを使いながらやれる、スーラバの方に今回は行ってみようと思ってやってみたというのが、テーマなんですけども、結構ね、簡単です。正直言って。だいぶ僕、スーサイドもラバルも下手くそなんですけども、それでもやっぱいけちゃうんですね。なので、おすすめ戦術として、今日は紹介したいなというふうに思ってます。これ、騙されたと思って一回ね、やってみてもらえたらいいと思います。突撃艦スパビズがやれる人限定ですけども、やれる人は、ぜひね、試してみてほしいなって思える戦術ですね。で、まずは一本ですね。うまいのを見てもらおうと思います。うまいの。うまいのはね、まずこれですね。ハッシーさんがやっている、あ、すみません、間違えました。ごめんなさい。これじゃないわ。まあ、僕のね、ちょっと乱れまくっているやつを見るよりも、まずはうまいのを一本見てほしいと思って。で、こんな風にですね、タウンホールと、あと投石機が、こう、この区画を挟んで隣接しているような場合っていうのは、そのね、中間の今、この四角く塗りつぶした部分、ここですね。これに、突撃艦を落としてあげて、で、スパビズをインビジかけてガンガン暴れさせるみたいなパターンがすごく使えます。これですね。こんな格好で、突撃艦に、インビジ、スパビズを落としてあげて、レイジ、さらにインビジ重ね掛けをして、で、一気にですね、タウンホールから、投石機を削っていきます。で、これね、今、防衛軍出てこなかったの分かりましたかね。これが、今回のこの21年4月のアップグレードで、強くなった点ですね。今までインビジの呪文って、出してもなんかね、ユニットがその防衛軍を引っ張っちゃったりしたんですね。なんで、防衛軍が出てきちゃってたんですけども、これが先打ちのインビジをすれば出てこなくなったというのがすごく大きな、まあ、変更点で。それをうまく使ってですね、中に入ってたのがおそらくラバハウンドかアイスゴーレムかなんかだったと思うんですけども、それを出すことなくもうクランジョを潰しましたよね。でこれでタウンホール、クランジョ、投石と全部、相手の対空の主要防衛を潰しまくったので、もうその後が楽すぎるんですよね。ヒーローで、突撃艦でここを削って、でヒーローでこっちをこう削ってあげて、で残ったところっていうのを、ここですね。ラルーンらしいんですよ。ラバルーンのことを、ね、ラルーン、これで、潰していくという感じですね。こんな風に。いや、お見事ですね。で、やっぱですね、ここのタウンホールを突撃艦スパビで潰したじゃないですか。こっちかな。こんな風に、こんな風に書いた方がいいかもしれない。よいしょ。こういう風に潰しましたね。こういう風に潰して、で、そこからさらに、ここを、多分ね、バルーンかなんかで潰したのかな。ちょっと見えなかったですけど。で壁際までこの潰しを広げるんですね。広げてから、ヒーローを出すことによってヒーローが逆方向にそれないっていうことなんですね。それずにちゃんと一方通行で、歩かしたい方向にこう歩いてくれることによって、なおさらですね、ヒーロー3体、キング、クイーン、ロイヤルチャンピオンがお互いに相乗効果をこう発揮しながら、破壊を進めてくれるというのが、ラバルを回す前の段階の処理として、すごくね、効果が大きくなる、まあ理由でもあるかと。で、これね、いやー、ガーゴイルとバルーンの数、この寄ってくんのよくないですか。僕これすごく好きなんですけど、ラバルで最後取れた瞬間に、こう、ガーゴイルとバルーンがもう最後の施設にこの、ブワーって集まってくる、この、ブワーっての。これがなんかね、見るとね、結構興奮するんですね。おー、空で全開取ったみたいな感じで、すごくテンションが上がるんですけどね。僕だけですかね。はい、次の2本目いってみたいと思います。僕の、アタックを見てください。ぜひですね。合計4本いきたいと思うんですが、私の2本、もう1本走ったのがあります。で、最後の1本は結構レベルが高いやつを見てもらうと思います。が、僕のこれから見てもらう2本が、本当に、初心者の方にはいいと思うんで、ぜひ参考にしてほしいと思うんですが、これね、壁際なんですね。一回止めますね。少しごめんなさい。壁際の壁に近いところに、このね、壁に近いところにタウンホールと、タウンホールがあって、でさらに防衛軍が、そこからこう、釣れるってこと、この釣れる範囲にある。
これがね、すごく重要かなと思います。これを突撃艦スパビズ当てることによって落としてスパビズ、落としてインビジか。で、タウンホールを壊し、さらに投石まで壊していくっていう感じです。で、これさっきのハシさんみたいに、なんでインビジを先にやんなかったのっていうと、これクラン城がどうしてもスパビズを取ってない距離にあるんで、もう援軍する前提で考えたんですね。なので、先に、インビジの呪文を出すに、援軍の中身で、まず一回、相手の援軍を釣ってから、スパビズを暴れさせようというふうに思います。あわよくば、これ初見だったんですけども、あわよくば、スーパーガンオイルとかだったら、もうそのまんま、スパビズで処理もできないかなとかいうふうのを狙ったんですけどね。さすがにラバーは無理だった、ね。で、これベビドラでこっちのカットをしておいて、で、キングとアーチャークイーンがこういうふうに、ロイちゃんはこうですね。キング、クイーン、ロイちゃん。歩くような感じでルートを作ってます。ロイちゃんの仕事はですね、こっちから入れることによってアーチャークイーンがこう、クイーンですねが取れないようにちゃんと壁の中に入るように誘導するっていう目的でこっちからロイヤルチャンピオンを入れていくんですね。で、ロイちゃんとアーチャークイーンの仕事はこの、マルチインフィまで見てくれればいいかなと思ってました。で、それを、ロイヤルチャンピオンがやってくれそうだなと思ったところでトラパートスタートですね。で、これをね、牛のジョーカーさんに言われたんですけど、早めにね、ラバルパート展開して、クイーンとかロイちゃんをなるべく長生きさせた方がいいよって言われました。それすごくね、その通りだなというふうに思いましたね。この攻めも、ロイちゃんがですね、最後まで生き残ることによって、だいぶいい仕事してくれるんですね、これ。透明ロイちゃんが入ってくれたので、これで相手の、バーバリアンキングをストライカーと一緒にこう、潰してくれて、で、こいつが、ロイちゃんがそのまま投石のターゲットも取り続けてくれるんですね。これやっぱ大きかったですよね。で、バルーン回しに関してはね、正直、ちょっと今話に上げられなかったんですけど、あんまりうまくはないですよね。はっきり言ってうまくはない。こうね、バーッと出していって、ここに集めていくような、そういうね、包み込むような、バルーン回しっていうのをね、うまい人はするんですけど、僕のはね、だいぶグダグダでなんか、外側から出すようなバルーンなんていうのも遅くって、もう今更出すのみたいな感じのね、タイミングだったと思うんですよ。だけども、まあ、蓋を閉めてみればというか、開けてみればなのかな。呪文を残して全開取れるぐらい、まあ、余裕が出るっていうことなんですね。まあ、これがね、本当によくって、もう一本ですね。これも同じタウンホールが、ね、壁際にあって、比較的ね。で、そこで防衛軍も釣れるっていうパターンですね。バルーンから、別にもう、ラバーいらないんで、バルーンでいいですね。で、こんな感じで、突撃艦入れていって、ここで落として、援軍釣ってから、インビジ、レイジですね。で、この、俺も同じタウンホールを壊して、さらにワンチャンこの辺の、シングルインフィンを壊せないかなって思ってましたが、このね、ちょっとレイジ、インビジ見つりましたね。このインビジちょっと見つっちゃったおかげで、シングルインフィン壊せなかったかなっていう、ちょっと、反省がありますが、まあ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 、良くないんですけど、あ、いいとして。自分に甘いです。で、キングを出していきながら、キングでストライカーのタゲ取ってるうちに、アーチャークイーンで倒そうと思って。ね。ウィザードで、こっちの、7時方面、8時方面カットして、狙いはこっちですね。アーチャークイーンとキング、こんな風に進めたいと思ってました。で、狙いはこの当然投石機。さらにシングルインフェルノも、ロイちゃんで壊していきたいなというふうに思ったんで、こっちですね、ベビドラでカット、3時方面しながら、これね、久しぶりに普通のウォールブレーカー使いましたよ。マジで。ウォールブレーカー、これ、頑張れ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 って感じ。開けて、で、キングとアーチャークイーンをこの壁の中に入れていきながら、アイゴレ追加 C の、ロイちゃんって感じですね。はい。で、ロイちゃんに関しては、このシングルインフェルノに行ってほしかったんですが、うまくいってくれてよかったですね。これは助かりました。本当に。行かないかなと思ったんだけど。しっかりスケルトンで、シングルインフェルノのタゲを取ってあげてからロイちゃんに刺すって感じですね。で、まあ、半分ぐらいがこう削れたんで、こういう風にですね、削れたんで、残った半分に対して、まっすぐラルーンを当てていくという感じですね。こんな感じでやっていく。この直線のルートが作れたらやっぱいいですね。よくね、昔は L 字を作るっていうことが言われてたんですけども、今は L 字よりもやっぱりもう直線をいかにどう作るかっていうのが、ラバルを回す上ですごく重要かなと思っています。まあ、これは、僕が言っているわけではなくね、他の人も言っている結構常設だと思うんですけども、これも見てください、これ。このヘイスト何の意味もない、これ。完全に不発ですよね。で、
でもそれでもやっぱね、フリーズがまだあと2個残ってるわけですよ。まあ、こういう風に呪文ががっつり残るんで、まあそれを見ると、ね、このそもそもの攻めの、なんていうのかな、強さっていうのが、まあ攻めそのものの強さがわかるかと思いますよね。本当に。なかなかね、このスーサイドを何年ぶりかにやって、スーサイドラバルを何年ぶりかにやって、あの呪文が余るっていうのは自分自身信じられない体験でした、はっきり言って。あの、当然こういう対策されてる配置なんかもあって、あのトルネードドラップとかにね、あの突撃艦サービスがやられちゃうとかいうこともあると思うんですけども、まあそういうよっぽどの大事故でもない限りは結構取りやすいと思いますので、試してみてほしいなっていうふうに本当思います。このね、壁外、壁の、壁っていうかその外周付近にタウンホールがあって、そこに突撃艦スパビルを当てて援軍処理ができる、ないしは援軍が釣れるっていう条件に当てはまる場合にはこの攻めができるので、ぜひねやってみてください。で、最後は、結構上級編ですねの、突撃艦スパビルからのラバルを見てほしいと思うんですが、これね防衛は弱いんですよ。弱いんですけど、これ対空砲を壊すのバルーンも後ろから当ててますね、この小技で。これ突撃艦をタウンホールギリギリに落とすんですよ。こういう風に落としていくんですよ。で、インビジでタウンホールを隠すんですね。まず一旦。隠しておいて、この辺のクロスボウとか投石とかを、まずスパイズで倒させておいて、で、残った2個、2枠の、インビジを使ってタウンホールを壊すんですね。これはすごいなと思いました。あの、一応ですね、理屈上、レイジースーパーウィザードの状態であれば、インビジ2発分フルフルに使うことによって、タウンホールって壊せるんですよね。なんですけども、先にタウンホール壊しちゃうと、爆破ダメージプラスポイズンダメージで、もう確実に、スーパーウィザードってやられちゃって、今ここにあった投石機とかこの辺の防衛ですね、こういうところ。これが残っちゃうんですね、こういうところが。残っちゃうから、そうならないように、まず序盤は、タウンホールを隠っていって、こっちの、外周部分を削って、で、削り終わったら今度インビジを落とすタイミングを変え、場所を変えてタウンホールを露出させて、そこに、スーパービザードの、チェーンを流し込んでいく。でこのパターンはうまいなと思いました、本当に。で、これもですね、相手のアーチャークあと味方のアーチャークイーン、まだ、仕事が終わってませんけども、イーグル砲ね、これからたげろうというところなんですけども、先にもうラバルを始めちゃいますね。若干 L 字タイプですね。こっち側の、ラバルでカットをちょっと入れていきながら、まっすぐの形をこう作って、最終的にはこのまっすぐのところにラルーンを流し込んでいくという感じですね。こんな風な形を作っていってます。やっぱもう最後はやっぱ直線ですよね。いかに直線を作るかっていうところのために、サイドカット用のバルーンと本体バルーンっていう感じでこう出し分けてる感じがありますね。で、呪文はもうないんですけども、しっかりとこの、投石のターゲットを、ラバーハウンドが取ってくれていたので、バルーンはそこそこ数を残して、宝石の真上まで行って、全開という感じですね。結構な回収ユニットも残っての圧倒的な全開になってます。いやー、すごいっすよね。あの、突撃艦スパビズからのラバルっていうのはマジで、やれるのでね、皆さん、タウンホールを突撃艦スパビズで壊せそうだなっていう、外周部分に、ラバーを使わずに、突撃艦スパビズを当ててタウンホール壊せそうだなっていう距離感に、まあ、タウンホールがあった場合には、近くに、クランジョないかなって見て、これもあった。その場合も、このスーサドラバルのパターンに持ち込めると思うんで、ぜひね、これ僕、本当に何度も言いますけど、1年ぶりなんですよ。スーラバなんてやったの、マジで。なんだけども、なんか、強そうだからやってみたら、いや、つむぎゆみさんで、この前動画撮影した時にすごく強かったんですよ。もう呪文5、6枠余っていて、俺はやるしかねえと思ってやってみたら、いけちゃったっていうね、ことなんですけども、それぐらい、ビギナーでもいけてしまうレベルなんで、少し練習すれば絶対に、いけると思います。で、今回お話しした、村の選び方、これはよく注意してください。今回のハヒさんがやった、こういう、中心部分にタウンホールがあるやつっていうのは、まあ、それも取れますよという例で紹介したものの、おそらく難易度は高いです。結構技術を要しますので、自分がやってるのはね、タウンホールが比較的こう、外側に寄っていて、クラン城も、タウンホール寄りにあるような村、というのを見つけて、ぜひね、これ試してみてもらえたらと思います。すごく面白いと思うんで、初めてやるラバルいいっすよ、結構ね。決まるとめっちゃ気持ちいい。
というところで本日の動画を終わりにしたいというふうに思います。いかがでしたでしょうか、よろしければぜひ、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。また、私のチャンネルですね、タンホール12から14まで、幅広くですね、動画を使っておりますので、クラン対戦のアタックで悩んでるっていうことがもしあるような方いらっしゃいましたら、これからもですね、ご視聴いただけたらすごく嬉しいと思います。悩んでなくてもぜひ見てください。なんて言ってね。はい、というところで、本日の動画は終わりにしたいというふうに思います。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。